リコ28です。今日もよろしくお願いします。あ、違った。マセンです。よろしくお願いします。こんにちは。マセンです。さあ、今回から始まりますシリーズ語源でつながる英単語。この動画では、大学入試レベル前の英単語を語源に着目して眺めてみたいと思っています。さあ、早速ですが、まずはこちらをご覧ください。さあ、ST ですが、じっと立つといったニュアンスを持ちます。stand は ST があります。立つといった意味。そして二つ目として、我慢するといった意味もあります。I can't stand it anymore. もう我慢できない。で、この我慢するですけれども、類語として、withstand, bear, endure, tolerate。まあ、こうしたものがあります。withstand と bear に関しては、これは英語本来語です。そして endure, tolerate に関しては、ラテン語、フランス語に由来した単語です。さあ、still, st があります。じっとしたイメージで、形容詞、じっとした。stand still, じっと立つ。statue, まさにじっとしたもの。像。the statue of liberty, 自由の女神。stable, st があります。じっとしたイメージで、安定した。lead a stable life, 安定した生活を送る。steady, またこれも st があります。安定した。a steady income, 低収入。そして、ま、着実などといった意味もあります。steady progress, 着実な進歩。static, st があります。じっとしたイメージで静的な。その反対が dynamic, 動的な。establish, st, 立つといった、まさに設立するといった、立つといった感じが使われています。circumstance,スークルというのは、これ、スークル。周りにぐるぐるってスークルと言ってるんですけど、スークル、自分のスークル、自分の周りに ST 立って存在して、そうした状況、環境といった意味になります。そして、オブスタコー、ST 立つがあります。まさに自分の目の前に立ちはだかる障害と、障害といった意味になります。オブスタコー、障害。オブスタコー、障害。さあ、続いて FL です。FL は流れといったニュアンスを持ちます。flow, FL がついてます。流れる。flood, 洪水。まあ、この単語ですが、大音ありますが、発音は flood となります。似たような発音するものに、blood, 血。これもセットで押さえておきましょう。flee, 逃げる。fluid, FL があります。まさに流れる。流体、流動体。fluid, 流体、流動体。fluent, FL があります。流暢な。そして ly をつけて副詞になります。fluently, 流暢に。affluent, affluent, FL があります。流れるのイメージ。もう次から次に流れるかのごとくお金が入ってくる裕福だといった意味になります。アフレント裕福だ。アフレント裕福だ。さあ、ここまで ST がつく単語、FL がつく単語を眺めていきました。さあ、少し話は変わりますが、ここで一つ質問です。さあ、こちらをご覧ください。どちらが丸まで、どちらが竹でしょうか。ちょっと考えてみてください。おそらく、左側が丸まで。右側がタケテとしたと思われます。もう一度質問です。どちらがロリムで、どちらがキキトでしょうか、はい、おそらく、左側がロリム、右側がキキトと、思ったと思います。そしてもう一つです。さあ、どちらが指摘で、どちらがムナヤでしょうか、さあ、これどうでしょう、おそらく、左側がムナヤ、右側が、指摘としたと思います。さあ、実はこのように我々は、特定の音を特定のイメージと結びつけることがあるんです。実は、阻害音、共鳴音といった音の分類があります。先ほど見た左側のイラストには共鳴音が使われています。一方で右側のイラストには阻害音が使われています。実は、我々はこうした共鳴音を聞くと丸っこくて、さらには女性的といった印象を受けて、阻害音を聞くと角張っていって、さらには男性的と、そうした印象を受けるということなんです。実際、日本人の名前に関する調査では、女性の名前には比較的共鳴音が多く使われ、男性の名前には比較的阻害音が使われるといった結果も出ています。さあ、このように特定の音声が特定のイメージと結びつく、こうした現象を音象徴、サウンドシンボリズムと呼びます。さあ、こうしたサウンドシンボリズム、音象徴といった観点から、いくつか英単語を眺めてみることとしましょう。さあ、 SW ですが、スッスッスッってところだ、風切って揺れるようなイメージと結びつきます。スイング、振る、揺らす。スウェイ、スウェイ、揺れる。スウィップ、スッスッって吐くといって、スウィフト、スウィッスッスッ、素早いといった意味になります。スイング、振る、スウェイ、揺れる、スウィープ、吐く、スウィフト、素早い。さあ、続いて SP です。この SP ですが、スピッスピッスピッと、こう何かがこうスピッと噴出するような、そんなイメージと結びつきます。スプレー、吹きかける、スプレーしぶき。スピッ、唾を吐く。スプレッド、広がる、広げる。スプリング、スプリング。さあ、このスプリングは名詞で春といった意味が有名ですけれども、スピッスピッと、このイメージで動詞で跳ねるといった意味にもなります。さらに名詞では、跳ねると関連してバネといった意味もあります。
そしてこうバネかのごとくこう水が湧き出る場所、泉といった意味にもなります。ホットスプリングは温かい泉、温泉といった意味になります。オフスプリング、オフスプリング、ここにも SP があります。お母さんのお腹の中からスプッスプッとパーンと、生まれる子供子孫といった意味になります。オフスプリング子供子孫、オフスプリング子供子孫。さあそしてスプリンコー、スプリンコー SP があります。スプッスプッのイメージで水などを撒くと、こうした意味になります。さあ続いて GL です。さあこの GL ですけども、どのようなイメージを持つでしょうか。G と L の間に少し母音を補って発音します。ギラ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 と、まさに GL というのはこのギラギラとこう輝くようなイメージと結びつきます。glow 輝く、 glitter 輝く、 glimpse。 さあこの単語も GL がありますから、もともとは輝くといった意味があったんですけれども、今ではその意味は失われて、今はちらっと見ると、こうした意味で使われます。確かに輝くというのは視覚情報ですから、輝くといった意味と、見るといった意味がつながるというのは少し納得がいくかと思います。さらに、日本語でも目を輝かせるといった言い方もしますし、英語でも with his eyes shining という言い方もあります。何かしらの意味のつながりというのはあるのかもしれません。さらにこの単語は名詞で使われた場合には catch a glimpse of、 catch a glimpse of といった言い方をします。glance です。 glance もこちらも意味はちらっと見、自動詞なので look at のように、前置詞 at が必要になってきます。さらに名詞でちらっと見ることといった意味もあります。glass ですけれども、まさに GL 輝く、もうピカピカ輝いているものという意味で、ガラス、グラスといった意味になります。同様に、glacier、 glacier、 ここにも GL があります。まさにピカピカと輝いているといったイメージ、 glacier、 氷河。ところで英単語を確認するにあたって一つ押さえておきたいことがあります。こちらのグラフをご覧ください。英語というのはゲルマン語族に属するわけですけれども、このグラフを見るとゲルマン語系の単語というのは英語語彙全体の中でたった 16% ということに驚かされます。こうした英語本来のゲルマン語系の単語よりむしろラテン語系、フランス語系の単語の占める割合の方が大きくなっています。英語語彙に占めるラテン語、フランス語のパーセンテージを足すと約6割にも達します。ではなぜこれほど前に多くのフランス語、ラテン語が英語に入り込んだのでしょうか。さあその原因というのは大きく2つあります。1つはノルマン征服、もう1つはルネサンスです。こうしたノルマン征服、ルネサンスといったこの2つの出来事によって、最終的に英語語彙全体の6割をも占める、フランス語、ラテン借用語が英語に入り込んだということになるわけです。ただ確かに英語語彙全体で見た場合にはフランス語、ラテン語の割合というのは6割を占めますが、実は日常的に使われる基本600語、基本100語に限って見た場合、その割合の、データというのは少し異なってきます。こちらご覧ください。基本600語に限った場合、英語本来語の割合は 47% と、先ほどと比べても 47% 少し割合が高くなっているのがわかります。さらに基本100語で見ます。基本100語の場合、100語中英語本来語は92語となっています。つまりこうしたことからもわかるように、日常的に使われるこうした基本の語句というのは英語本来語の割合が高くなっています。さあ画面にありますように、英語語彙というのは3層構造を成しています。一番下の土台となる層を作る英語本来語、Ask, help, rise, word, fear, fire。 そして中間の層を作るフランス語、 Question, aid, mount, tomb, teller, flame。 そして上層語彙のラテン語、ギリシャ語、 Interrogate, assistance, ascend, elixir, trepidation, conflagration。 英語話はこうした様々な単語を場面によって使い分けています。例えば先ほども見たように、日常的な場面においてはやはりこうした温かい響きを持つ英語本来語というのが好まれます。一方で、例えば大学でレポートを書く、論文を書く、そうした場合においては、厳格な響きを持つラテン語、ギリシャ語というのが好まれるわけです。ところで冒頭で写したこれらの単語は全て古英語時代から脈々と受け継がれている単語です。ここで英語の歴史、英語史の時代区分について簡単に見ていくこととします。さあ古英語期というのは449年もしくは700年から1100年とされていますけれども、この700年というのは古英語文献が現れた年です。一方でこの449年、この449年というのは一体どういった年なのでしょうか。さあこの449年ですが、ゲルマン民族のアングロサクソン人がドイツ北部やデンマークよりブリテン島に移住したとされる年です。当時ブリテン島には先住民のケルト人が住んでいましたが、アングロサクソン人はケルト人を周辺部に追いやり、そしてブリテン島に住むことになります。さあこうした449年に関して、アングロサクソン年代記より一節を見てみたいと思います。ヘンゲステンデホーサーフロムビュートヤオネヤレアゼデブレッタキュニングイエソークテンブレトネオンサムステデセイツイネムネデイプヴィネスクレオトエアレストブレトムトフルトメアクヒエエフトオンヒエフクトンセキングヘッドヒフェクトンエイエンピクテスアンデヒースワデュデンアンデシエハブドンスワフワレスワヒーコーモンヒータセンデトアングレアンデヘッドンヘムセンデマーレフルトンアンデヘムセチンギュルトワレナナナクネスアンサスランデスキュスタヒューターセンデンヘルマーレフルトン。
さあ最後に古英語入門題しまして、先ほどアングロサクソン年代記から一部分引用しましたが、その箇所をもとに、少し古英語を眺めてみたいと思います。セキュニングヘッドヒエフェクテンオンエンペクテスアンドヒエスワデュドン。さあまずはじめにセキュニングのこのセですけれども、このセというのは現代英語でいうところのザに相当します。実は、古英語時代というのは、名詞に男性名詞、女性名詞、中性名詞といった性別がありました。キュニングは王といった意味、男性名詞になるわけですけども、こうした、男性名詞なのか女性名詞なのか中性名詞なのか、さらにその単語が使われるのか主語の働きなのか所有格の働きなのか、はたまた、目的語の働きなのか、そうしたことによってザというのがこのように変化をしていたんです。で、ソネスタツサム、サツサツサツサム、セオザー、ザレザレ、タサーサラサム。つまり今回はキュニング、男性名詞の主語の働きをする主格、男性名詞主格で、セが選択されたわけです。結果としてセキュニングといった形になっているわけです。ヒエというのは代名詞で三人称複数現代語のゼイ全部に相当します。フェオフタンはファイトといった意味、オンエアはアゲインストといった意味。さらに、スワというのは、ソウの元々の形です。スワ、スワ、スワが縮まって、ソウとなったわけです。結果としてこの部分はこのようになります。セキュニング、王様は、ヒエ、彼らに、オンエアペオクタス、ピクト人に対して、フェフタン、戦うように、ヘイと命じました。And、そして、ヒエスワーデュドン、彼らは、そのようにしました。さあ、今回の動画はここまでです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手は、まさにゃんでした。頑張れ、リッコ!こんにちは、マサヤンです。さあ前回よりシリーズでお送りしております語源で学べる単語。第2回目の今回はまずはこちらの語源から注目してみたいと思います。さあフォアです。このフォアですけれども前といった意味を表す古英語時代から脈々と受け継がれている接頭です。before、フォアがあります前にという意味。forward、フォアがあります前、前の。これに関しては look forward to ing という形でよく試験に問われます。この to は不定詞の to ではないですので、look forward to、動詞を持っていきたい場合は、to doing の形にする。ということです。何々するのを楽しみにする。forecast、前というのがあります。これから起こることを前もって予想する、予報する。weather forecast、天気予報。foresee、ここにも for があります。前。これから起こることを前もって foresee、予見する。foresee、予見する。さあ、former、またここにも for があります。for、前といった意味ですから、former、前の。これに関しては、the former 前者、the latter 後者。こういった形も押さえておきましょう。forehead。さあ、この for も前があります。head は、この頭の for 前のところ、額といった意味になります。forehead、額、forehead、額。そして、forefinger、forefinger。for 前ですから、こう、前にこう刺す。人差し指という意味になります。forefinger。そして、index finger とも言います。ちなみにこの index と関連して、同じ語源の indicate も押さえておきましょう。indicate 指し示す。まさにこう人差し指で indicate 指し示す。indicate 指し示す。ということで、まあ押さえておきましょう。さあ先ほど for 前といった語源を見ましたけれども、同じように前といった意味を表すものにプレがあります。このプレはフランス語、ラテン語のセットです。proceed、プレ、前に seed 行く、先行するといった意味になります。proceed 先行する。in present day English, the verb precedes the object.現代語では動詞は目的語に proceed 先行する。関連して proceed 進むといった単語もありますので、こちらも関連付けて押さえておくといいかと思います。precise precise pray 前 size というのはこれは切るといった語源です。その場で適当に切るんじゃなくて pray 前もって切っておくつもりです。正確なといった意味になります。precise 正確な。ly をつけて副詞になります。precisely 正確に。predict dict というのは言うといった語源です。pray は前ですから。これから起こることを pray 前もって dict you predict 予言する predict 予言する関連して dict you といった語源を持つ単語をいくつか見ていきます contradict contra というのは反対といった意味ですから反対のことを dict you 反対のことを言う矛盾する反論するといった意味になります contradict oneself これは矛盾したことを言うといった意味になります verdict verdict これも dict you があります陪審員の評決といった意味になりますちなみに、バーディクトをもとに裁判官が下す判決というのは、センテンスと言います。dictate、dict you が使われています。言葉で言って、命令する。もしくは、こう言ったことを書き取らせるといった意味にもなります。dictation、dictate の名詞形です。dictation、命令、書き取り、dictation。pregnant、pregnant。
さあ、NA があります。NA は生まれるといった語源です。つまり、pregnant、NA、生まれる、プレ、前、生まれる前というのは、お母さんのお腹の中にいます。pregnant、妊娠した。pregnant、妊娠した。関連して NA 生まれるといった語源が使われてある単語をいくつか見ていきます。native、NA 生まれるってどこで生まれたかという出生地の。nationality、国籍。naive、naive、NA 生まれるとあります。頭の中が生まれたままの状態。世間知らずのおバカだ。innate、NA 生まれるがあります。生まれつきの。さあそして、preliminary、preliminary、pre 前があります。前置きの、もしくは予備のといった意味になります。あ、preliminary survey、予備調査。preoccupation, preoccupation. occupy というのは何かを占めるといった意味がありました。preoccupation, つまり頭の中を pre, 前もって何かがこう頭の中を occupy, 占めている。そして何かに夢中とか没頭とそうした意味になります。preoccupation, 夢中没頭。そして動詞形は preoccupy です。preoccupy, 動詞で夢中にさせる。occupy と関連してこちらも確認しておきましょう。occupation。occupation ってのはこれじゃ日々を、日々の生活をこう占めているものといった意味で、occupation、職業といった意味です。occupation、職業。そして、占領といった意味もあります。prejudice、prejudice。pre, 前。judges というのはこれ、ジャッジ判断という意味です。つまり、まだ会ったこともないのに、会ったこともない人に対して、pre, 前もって、ジャッジ判断して、あんな人、あの人はきっとこんな人だ、こんな人だと前もって判断する。先入観、偏見といった意味になります。prejudice、先入観、偏見。prejudice、先入観、偏見。premise、premise、pre, 前があります。premise、前提。premise 前提。previous これも前があります。previous 前の以前の。prevail prevail。pre というのはこれは前といった意味。bail というのはこれは value と同じ意味で価値といった意味です。価値のあるものが pre 前にどん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 こう普及していると。こういった意味になります。prevail 普及している。prevail 普及している。そして形容詞形も押さえておきましょう。prevalent prevalent 普及しているといった意味になります。さあここまでプレイ前を見ていきましたけども、後といった語源も少し紹介したいと思います。後といった語源、ポストといった語源があります。ポストポーン、ポストポーン。ポストは後、ポーンは置くといった語源です。後に置く、後回しにするといった意味で、ポストポーン、延期するといった意味になります。イコールプットオフ、こちらも設定を押さえていきましょう。さあここまで前といった意味を表すフォアとプレイを見てきましたけども、ここで少しフォアとプレイの関係性について話をしたいと思います。実はこのフォアもプレイも究極的にはインドヨーロッパ総合と言われる言葉の PR と、この言葉に由来します。まあ、このインドヨーロッパ総合ですけれども、実は現在インドで話されているヒンディー語も、そしてヨーロッパで話されている英語もフランス語もドイツ語も、ギリシャ語も、まあ、そうした言葉も究極的にはインドヨーロッパ総合といったもともと一つの言葉から生まれたものだということが分かっています。実はこの先ほど見たフォアもプレイも究極的にはインドヨーロッパ総合のこうした PR といったこの単語に由来します。ただ実は英語をはじめとするこうしたゲルマン語というのは、もともとインドヨーロッパ総合の P の音が F に変わって伝わりました。結果として古英語では P の音が F に変わってフォアといった、こういった形で伝わったわけです。一方でゲルマン語以外の、例えばギリシャ語やラテン語などでは、インドヨーロッパ総合のもともとの P の音がそのまま保持された状態で、伝わりました。そういった意味ではラテン語、フランス語ではもともとインドヨーロッパ総合の P が保持されたプレーといった形で残っています。前回も話したように、英語というのはノルマン征服やルネサンスによってフランス語、ラテン語からも大量の単語をこう借用、借りることになります。結果としてラテン語、フランス語に由来したこのプレーといった語源と、そして古英語由来のフォアという語源、どちらもがこの現代英語に共存していると、まあそうしたことになっているわけです。実はこうしたフォアとプレーのような F と P の対応というのは他にも見られます。例えばお父さんという単語、英語では F で始まるファーダー、フランス語では P で始まるペフ、そしてこうしたペフに由来するフランスラテン借用語としてパターナル、パトリオリック、こうした単語が入っています。パターナル、父の父方の、パトリオリック、愛国的な。次に足といった意味では、英語では F で始まるフット、フランス語では P で始まるピエ、そしてこうしたフランスラテン借用語としてペダル、ペデストリアン、こうした単語も入っています。ペデストリアン、歩行者、ペデストリアン、歩行者。そして魚という単語では、英語では F で始まるフィッシュ、フランス語では P で始まるポワソン、そしてフランスラテン語借用語として P の音を保持したパイシーズ、ウオザというのが英語に入ってきています。こうしたように古英語由来の単語というのは、インドヨーロッパ総合の P の音が F に変わった形で、ファーダー、フット、フィッシュとこういった形で英語に残っていて、一方でノルマン征服やルネサンスなどをきっかけにフランス語、ラテン語から借用した単語に関しては、インドヨーロッパ総合から受け継がれた P といった音が保持された状態で英語にも伝わっている。結果として英語にはこうした F の形と P の形を持った対応する単語というのが見られるということになるわけです。さあ先ほど前といった意味を表すフォアとプレを見てきました。このフォアとプレというのは究極的にはインドヨーロッパ総合といった、大昔の言葉に由来します。ここでせっかくですから、このインドヨーロッパ総合についてもう少し詳しく見てみることとします。さあこのインドヨーロッパ総合というのは世界最大の語族です。
大元のインドヨーロッパ速報というのは現在では失われているわけですが、このインドヨーロッパ速報を喋る話者というのが、まあ、各地へ広がり、そして、この言葉が各地で方言化し、ついには互いに理解不能の諸言語へと分かれていくようになります。結果としてこうした10の語派というのが構成されています。英語というのはこのゲルマン語派に属します。そして英語に大きな影響を与えたフランス語、ラテン語というのはイタリック語派に属します。まあ、そのためこの2つの語派についてはもう少し詳細に見ていくこととします。さあ、これを見てわかるように英語というのはゲルマン語派の低地ゲルマン語群に属しています。例えば英語の他にもオランダ語などは低地ゲルマン語群です。一方で大学の第二外国語などで学ぶ標準的なドイツ語というのは正式には高地ドイツ語と呼ばれ、これは高地ゲルマン語群に属しています。そしてラテン語ですけれども、ラテン語はイタリック語派に属しており、そしてラテン語から現代のフランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、まあ、こうした言葉が生まれていったということがわかります。さあ、画面にはインドヨーロッパ語族において父を意味する単語を並べています。もともとインドヨーロッパ祖語、もともとにおいてはこの P といった音で始まったわけですけれども、これをサンスクリット語、ギリシャ語、ラテン語などではそのまま P といった音が保持されていることがこれを見てもわかります。一方で、ゴート語、コエー語、コーコーチドイツ語、コーノルド語といったゲルマン語族においては P の音が F に変わっているということが、この父を意味する単語を比べることでわかると思います。まあ、このようにゲルマン語族においては一部のシーンに体系的な音変化が生じたというわけです。実はグリム童話で知られるグリム兄弟の兄ヤーコブ・グリムというのは言語学者であり、彼がこうした現象を体系的に説明しました。そして彼にちなんでこうしたことをグリムの法則と呼ばれています。さあ、このグリムの法則ですけれども図で示してありますのでご覧ください。この図を見てもわかるようにインドヨーロッパ祖語の P といった音はゲルマン祖語では F に変わったというわけです。先ほどまで見てこうしたプレとフォー、パターナルとファーダー、ペダル、ペデストリアンとフット、こうした P と F の対応というのはこうしたグリムの法則によって説明がつくというわけなんです。さあ、前回の動画では声語時代のザを紹介したわけですが、今回は声語時代の名詞の変化について少し紹介したいと思います。声語時代においては名詞はどのように変化をしたのでしょうか。石といった意味を表す男性名詞スタンを例にとって見ていきたいと思います。スタン、スタン、スタネス、スタネ、スタナス、スタナス、スタナ、スタヌム。まあ、こうした男性名詞スタンというのは、主格か対格か属格か余格か、そして単数か複数か、まあ、こうしたことによって、まあ、8通りにも変化をしていたわけです。実はここで注目してもらいたいんですが、この単数属格のスターネスのこの ES の語尾。実は現代語の所有格の S というのは、この単数属格の ES の語尾に由来しているわけです。そして、複数主格、複数対格のスターナス、スターナスのこの AS の語尾ですけれども、実は現代語の複数の S の語尾というのは、この古英語の AS 語尾に由来しているというわけです。まあ、このように、まあ、現代語では、アポストロフィー S、そして複数の S、まあ、これしか残ってませんけれども、古英語時代というのはこうした風に、まあ、実は変化をしていたわけなんです。さあ、最後に声語にまつわる問題を2つ準備しました。ぜひともチャレンジしていただければと思います。さあ、それでは今回はこの辺で。お相手はまさにゃんでした。こんにちは、まさやんです。さあ、今回も引き続き語源に着目しながら英単語を眺めてみることとしましょう。まずはじめはこちらからです。さあ、ミスですけれども、これは誤ったといったニュアンスを付加します。ミステイク、誤り、何々を間違えると。ミステイク A4B、 ミステイクが A4B の形をとって A を B と間違えると、こうした意味になります。これはテイク A4B、 これでも同じような意味を表せれます。 Many people mistake me for my brother、多くの人は mistake me for my brother、 私を兄と間違える。さあ、続いて misunderstand、 understand、 理解するにミスがついています。どうして何々を誤解する、名詞形は misunderstanding、 誤解。そして misfortune、 fortune というのはこれは運といった意味ですけれども、これにミスがついています。 misfortune、 不運、不幸。 misfortune、 不運、不幸。そして misleading、read というのは導くといった意味ですけれども、misread ということで、誤った方に導くといった意味で、誤解を招くと、こうした形容詞を作ります。misleading、誤解を招く。動詞形は mislead、何々を欺くといった意味になります。mislead all into doing、この mislead は all into doing の形で、all を欺いて何々させると、こうした意味になります。まあ、やや難しいですけれども、mislead all into doing、こちらも押さえておくといいと思います。そしてですね、この O into doing を取る動詞として、まあ、必ず押さえておかないといけない、もちろん入試にも品質の動詞というのがあります。それがこちらです。彼女は父を説得して車を買わせたと。She, her father into buying a car。
このポイントは、カッコの後ろに、all into doing の形があります。つまり選択肢の中で、all into doing を取る動詞を探すということになります。さあ、どれが答えになるでしょうか。説得しないないさせるといった意味で、all into doing を取る動詞。答えは、4番、トークになります。トークというのは、トークの後ろに all into doing を取って、all を説得しないないさせる。さらにトークの後ろに O out of doing、 これを取って O を説得しないなりするとやめさせるといった意味になります。で、答えは4番 talked。 She talked her father into buying a car。 このようになります。まあ、こうしたトークを into doing、 トークを out of doing はもうかなり重要ですから、ぜひともここで押さえていくといいかと思います。さあ、続いて over です。この over は過度にといったニュアンスを持ちます。 oversleep、 over、 過度に sleep、 寝ると、寝坊するといった意味になります。 oversleep、 寝坊する。そして overworkover、 過度に work、 働くと、働きすぎるという動詞、もしくは名詞で働きすぎ、過労といった名詞にもなります。 overestimate、 estimate というのは動詞で何々を見積もるとか何々を評価するといった意味があります。 overestimate、 over、 過度に estimate、 評価するということで、過大評価するといった意味になります。 overestimate、 過大評価する。そして overflow。 さあ、この flow をはじめとするこの fl がつく単語というのは第1回目の動画で扱いましたけれども、 flow、 これは流れるといった意味でした。overflow ですから、 over、 過度に flow、 流れるという意味で、これ氾濫するといった意味になります。 overflow、 氾濫する。 overflow、 氾濫する。そして overdo、 do するに over がついています。何々をやりすぎる。 don't overdo it、 やりすぎないで、無理しないでといった意味になります。そしてやや難しいですけれども、 overwhelming、 overwhelming、 これは圧倒的などといった意味になります。動詞形は overwhelm、 何々を圧倒する。さあ、続いて under です。underwear、 wear は身につけるといった意味でした。 under、 下に身につけるということで、下着といった意味になります。 underwear、 下着。そして underground、 ground は地面です。地面の under、 下ということで、形容詞で地下の、もしくは副詞で地下にと、こうした意味になります。さらに名詞で地下、さらにはイギリス英語においては地下鉄といった意味も表します。アメリカ英語において地下鉄は subway となります。そして underestimate、先ほど overestimate がありました。 estimate というのはこう評価するといった意味が、 overestimate、 過大評価する。 underestimate、 過小評価するとなります。 underestimate、 過小評価する。そして undergraduate、 undergraduate、 graduate というのは動詞で graduate from の形で、何々を卒業する。さらには graduate は名詞形として卒業生、さらには大学院生といった意味も表します。まあ、こうした graduate に under がついて、 undergraduate、 大学生といった意味になります。 undergraduate、 大学生。 undergraduate、 大学生。さあ、続いて underlie。 さあ、この lie 一応確認しておきます。 lie、 lay、 lain と変わって自動詞で横になる。そして二つ目の意味として存在するといった意味もあります。ちなみに lay、 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 これは他動詞で何々を横にするといった意味でした。つまり今回は under、 下の方に lie、 存在する、何々の根底にあると、こうした意味になります。 underlie、 何々の根底にある。 underlie、 何々の根底にある。そして underline、 形容詞で根底にある、根本的なといった意味になります。 an underlying cause、 根本的な原因。続いて undermine、 この mine というのは動詞で掘るといった意味があります。つまり under、 下の方を mine、 掘るということで、何々の下を掘ると、まあ、そのままそういった意味にもなりますし、さらにこの下を掘るイメージから相手のこの土台の部分を壊すイメージで何々を弱めると、こうした意味にもなっていきます。undermine、 何々の下を掘る、何々を弱める。 undermine、 何々の下を掘る、何々を弱める。さあ、続いてこうした take や go といった基本単語にも under がつきます。 undertake、 何々を引き受ける。 undertake a task、 仕事を引き受ける。 undergo、 何々を経験する。Undergo rapid changes、 急速な変化を経験する。さあ、ところで前回の動画で for といった語源に着目しました。この for というのは古英語から脈々と受け継がれている前といった意味を表す動詞でした。画面には for がつく単語を並べていますので、前回見たこれらの単語の意味が言えるかどうか少し確認してみてください。 for、 see、 for、 前を見るということで何々を予言する。 for は前のイメージで、前の、 the for は前者、 the latter、 後者、 forehead、頭のフォア、前ということで、額といった意味があります。このように接頭辞フォアというのは前といった意味を表すわけですけれども、実は同じようにフォアという接頭辞ではありますが、違う働きをするものがありますので、それを今回紹介したいと思います。さあ、それが、このフォアといって、禁止などの否定的な意味を表す、こうした接頭辞が実はあります。昔の古英語においては、こうしたフォアをつく単語というのはいくつか見られたわけですけれども、現代英語においてはその多くは残っていません。大学入試レベルにおいては、このフォビッドに関しては押さえておく必要があると思います。このフォビッドですが、禁止するといった意味です。この下線にはどのような単語が入るでしょうか。彼の父は彼がコンピューターゲームをすることを禁じたと。する、コンピューターゲームをするですから、動詞プレイを使って、答えてみてください。さあ、どのようになるでしょうか。
さあ先ほどもトークをイントゥードゥイング、トークをアウトオブドゥイングといった、まあ動詞トークというのにまつわる動詞の語法の、話をしましたけれども、これも同様に、フォビッドに関する動詞の語の知識がないと、まあこの、下線に入る英語を行えることはできないということになります。このフォビッドというのは、フォビッドオートゥードゥ、もしくはフォビッドオフロムドゥイングで、オーが何々するのを禁止するといった意味を表します。そのため答えは、トゥープレイ、もしくはフロムプレイングとなります。His father forbade him to play computer games.もしくは His father forbade him from playing computer games、まあ、このようになります。つまり forbid というのは all to do all from thing、 どちらもが取れるといったことになります。まあ、実は伝統的には forbid は forbid all to do で使うのが正しいと日本の英語教育でも言われてきたわけですけれども、近年の研究によると forbid というのは forbid all from doing の使用がますます増えているということが明らかになっています。実際日本で市販されている英和辞典においても、かつての判では forbid all to do のして forbid all from doing に関しては非標準と書いてある辞書が、現在の改定されたバージョンによっては forbid all to do forbid all from doing のどちらもが現在は正しい用法として辞書に載っています。つまりこうした例からも、もう英文法というのはカチッと固まったものではなく、常にこうしたフォビッドのように変化をしている、現在も言葉というのはこう変化の途中であると、言葉は常に変化すると、まあそうしたことを感じることができる、まあそういった意味でこのフォビッドというのはとても面白い単語ということができると思います。つまり先ほど話しましたように、フォビッドというのは本来 all to do の形で使われるわけですけれども、それが all from doing の形が増加している、まあそれには一つは、類推といったことが作用しているということが考えられます。こちらをご覧ください。大学入試レベルにおいても抑えるべき SVO from doing といった形を取る動詞を一覧にしています。これらの O from doing というのは意味としては O が何々するのを妨げるといった、そうした意味のニュアンスを持つことが多いです。 Prevent, Stop, Hinder, Keep, Forbid, Prohibit, Ban, Discourage, Dissuade、 これらの単語はその後ろに O from doing を取ります。O が何々するのを妨げる、禁止すると、そうした動詞というのは、まあ、通常動詞の語法として、後ろに O from doing というのを取ります。つまり forbid というのもこうした、多くの動詞が O from doing の形を取って何々するのを妨げるといった意味になる、まあ、こうしたものとの類推によって、forbid が O from doing を取るようになってきているということができます。まあ、このように O from doing といった、まあ、同じ構造を取る動詞というのは同じような似通ったような意味を持つ傾向があります。ですからこのように O from doing ということで、まあ、一覧でセットとして、整理しておくといいかと思います。さあ最後に小英語入門です。小英語入門1においては小英語時代のザについて話をしました。そして前回小英語入門2においては男性強変化名詞スターについて話をしました。そして今回ですけれども男性弱変化名詞オクサについて話をしたいと思います。さあこの男性弱変化名詞オクサですけれども、先ほどのスターに比べると語尾変化が比較的少ない印象を受けます。このように語尾変化が比較的少ないものを弱変化名詞と呼びます。一方で先ほどのスターンのような語尾変化が比較的多いものを強変化名詞と呼びます。オクサ、オクサン、オクサン、オクスン、オクサン、オクサン、オクセナ、オクスン。さあこの男性弱変化名詞オクサですけれども、このオクサの変化の中のこの複数主格、複数対角に少し注目しています。実は現代英語の child、children に見られる複数の en 語尾というのは、実は古英語の弱変化名詞の複数語尾 an に由来しているわけです。Children のように複数で EN を取る名詞としては他に Ox, Oxen、 また Brother に関しても通常は Brothers ですけれども、古い言い方として Brethren といった複数の言い方もあります。ここで1点、 Child の複数形 Children について補足です。実は古英語記においては単数形は Child、 複数形は Children という RU といった複数語尾を取っていました。そして中英語記になると、本来複数形であるはずの children が単数であると解釈されるようになり、再び複数形語尾として en が付けられて children といった現代に連なる形となったわけです。実は偶然にも日本語でも同じ現象が起こっています。複数の意味で子供たちという言い方をしますけれども、この子供たちというのは子という言葉にどもといった複数を表す表現、そしてたちという複数を表す表現、つまり複数の表現が2個くっついているということになるわけです。このように日本語と英語で同じ現象が見られるというのは、とても興味深く思います。さあ、最後に古英語作文です。下線部分にはどのような表現が入るでしょうか。すぐに回答が表示されますので、画面を止めて考えていただければと思います。さあ、答えですが、このようになります。Thaknappen etas flavus and fishes to morgen。Thaknappen etas flavus and fishes to morgen。さあというわけで今回はこの辺で、お相手はまさにゃんでした。さあ今回も語源に着目しながら英単語の世界を眺めていきましょう。
こんにちは。マセンです。さあ、今回は同じ語源の2つの単語に注目をして、それらの2つの単語を関連付けて覚えると。まあ、そうした話をしていこうと思います。さあ、例えば、態度というのはタイムと同じ語源です。タイムと同じ語源ということからもわかるように、態度は昔々は古英語の時代は時間といった意味を表していました。この時間といった意味が次第に意味が変わっていって、潮の満ち引きの時間、そして潮の満ち引きとこうした意味になっていきました。態度の意味として押さえるべきが一つ目として潮の満ち引き、そして二つ目として風潮時流とこうした意味もあります。まあ、この時流に関しては昔ながらの時間といったニュアンスが感じれる意味となっています。時流といった意味もあります。Go with the tide、 時流に乗る。 Go against the tide、 時流に逆らう。さあ、関連して歳月人を待たずといったことわざは英語で何というでしょうか。さあ、河川には何が入るでしょうか。 T でどちらも T で始まります。 Time and tide wait for no man、 Time and tide wait for no man。 まあ、このようになります。態度はもともとは時間といった意味でした。このことわざにおいてはこの昔ながらの古英語の時間といった意味がこのことわざには保存されています。まあ、このようにことわざというのは、言葉の古い用法というのが見られる場合がよくあります。さあ、続いてソロです。このソロというのはこの見た目からもわかるようにこのスルーと同じ語源です。スルーというのは例えば go through the tunnel、 トンネルを通り抜けるように使います。つまりスルーというのは、トンネルの入り口から出口までスルー通り抜けると、まあ、こうした意味に使うわけですけれども、ソロもこのスルーと同じようなニュアンスを持ちます。つまりソロというのはこの初めから最後までソロ、徹底的なと、まあ、こうした意味になります。ソロは徹底的なという意味です。例えば do a thorough investigation、 do a thorough investigation、 徹底的な調査をするといった意味になります。副詞形として ly をつけて thoroughly、 徹底的にといった意味になります。初めから最後までを through を通して thorough、 徹底的だというふうに押さえておくといいと思います。さあ、そしてフォースターです。このフォースターですけれどもフードと同じ語源です。つまり古い英語、古英語においては、誰々に食べ物を与えるといった意味で使われていました。そこから意味が変化して現代においては、一つ目として他人の子供を養育する、二つ目の意味として才能などを育成すると、まあ、こうした意味になります。Foster creativity、 創造力を育成する。まあ、ちなみに Foster というのは一時的に他人の子供を養育する場合に使われて、誰々を養子にするといった意味では Adapt を用います。 Adapt an orphan、 孤児を養子にする。 Adapt an orphan、 孤児を養子にする。そして関連して Feed、 こちらも Food と同じ語源です。このフィードはもうまさにフードのそのままの意味で、何々に食べ物を与えると、こうした意味になります。ただこのフィードに関して押さえるべき、まあ、重要な熟語があります。be fed up with、 何々にうんざりしているというのがあります。つまり、まあ、うんざりしているというのはフィードを与えるですから、もう与えられてもこれ以上言いませんよと、まあ、そうした状態、be fed up with、 うんざりしているというふうになります。I'm fed up with work、 仕事にうんざりしている。そして次です。drought です。この drought ですけれども、dry と同じ語源です。つまり、土地が乾いた状態、土地がドライな状態になるというのがドラウト、干ばつといった意味なわけです。ドラウト、干ばつ、ドラウト、干ばつ。さあ、続いてシェイドとシャドウ、こちらも同じ語源です。シェイドは日陰、もしくは谷陰といった意味になります。 sit in the shade of a tree、 木陰に座る。まあ、ちなみにシェイドもシャドウも同じ陰といった意味ですけれども、漢字としては通常このように使い分けをしますので、この点も押さえておくといいかと思います。さあ、そして冒頭で、問いましたこちらです。stir と storm、 これは実は同じ語源です。つまり storm というのは嵐といった意味ですから、嵐でもぐちゃ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 とするのが嵐ですから、そのぐちゃぐちゃのイメージで stir、 嵐のようにぐちゃぐちゃとかき混ぜるといった意味になります。stir は答えは、3番かき混ぜるといった意味になります。storm、 嵐のように stir、 かき混ぜると押さえておくといいかと思います。さあ、そして次です。utter です。この utter は out、 外といった意味を表す out と同じ語源です。つまり、声を out、 外に発するというのがアターと、こうなるわけです。アターは動詞で何々を発する。例えばアターアクライ、叫び声を発する。形容詞の意味として全くのといった意味もあります。アターナンセス、全く馬鹿げたこと。名詞形としてアトランス、発言。アタリー、 ly がつけて副詞になって、全くと、こうした意味もあります。アター発する、アター発する。さあ、続いてソアです。このソアですけれども、ソリーと同じ語源です。ソアは形容詞で痛いといった意味です。つまり、心が痛むときに、心がソア痛むときに、I'm sorry と言うと、まあ、こういうふうに押さえておくと良いかと思います。ソアは形容して痛い。I have a sore throat。喉が痛い。そして注意しないといけないのが、同じ発音で SOAR で急上昇すると、まあ、こうした単語もあります。The price of oil is soaring。石油価格が急上昇している。さあ、続いて、dawn です。この dawn というのは、day と同じ語源です。dawn は名詞で夜明け、動詞で夜が明けると、こうした意味になります。まあ、つまり、夜が明けて、ドーン。夜が明けて、新しいデイ。一日が始まる。まあ、こういう風に整理しておくと良いかと思います。ドーンは夜明け、夜が明ける。linger long。
これらも同じ語源です。リンガーは動詞で残るといった意味です。つまり、ロング、長い時間、リンガー残ると。まあ、このように整理しておくと良いかと思います。リンガー残る、リンガー残る。The faint smell of her perfume lingered in the room. The faint smell of her perfume lingered in the room. 彼女の香水のかすかな香りが部屋に残っていた。Deed と do はこれ同じ語源です。Deed は行いといった意味です。Do a good deed。良い行いをする。Deed は行いといった意味になります。そして、burden と bear。こちらも同じ語源です。bear というのはいくつか意味がありますけれども、一つ目として運ぶ、持つ。二つ目として産む。三つ目で、何々を我慢すると。こうした意味がありますけれども、この bear の三つ目の我慢すると、これと関連して burden。これは重荷といった意味になります。まあ、つまり、burden、重荷を bear、我慢すると。まあ、このように整理しておくと良いかと思います。burden は重荷です。関連して、bear と関連しまして、bear all in mind、all を心に留めると。まあ、この表現も押さえておくと良いかと思います。イコール、keep all in mind。bear all in mind、keep all in mind。さらにこの bear ですけれども、同じ発音でスペルが違うものがありますね。こちらも注意して押さえておく必要があります。bare で、形容詞、裸のといった意味になります。walk in one's bare feet、素足で歩くと。になります。続いて own と own ですけれども、この own と own というのは形も似てますけれども同じ語源ということになります。 own はこれ動詞で何々を所有する、形容詞で自分自身のといった意味になります。そして own ですけれども、この own というのは少しややこしいですけれども、一つ目として own 人お金、もしくは own お金 to 人といった形で、人にお金を借りているといった意味になります。二つ目として own A to B の形で、 A は B のおかげであると、こうした意味になります。 I owe him 1000 yen、私は彼に1000円を借りている。I owe my success to you. 私の成功はあなたのおかげである。さあ、drag ですけれども、drag は draw と同じ語源です。draw というのは何々を引くといった意味で使われますけれども、同じように引くといった同じ漢字が使われてあります。drag は重いものなどを引きずるといった意味になります。drag the heavy table into the room. 部屋に重いテーブルを引きずると。まあ、ちなみにパソコン用語として、ドラッグアンドロップというのがありますけど、つまり、ドラッグアンドロップというのは、ファイルをドラッグ引きずって、ドロップ、落とすというのは、ドラッグアンドロップと、まあ、言うわけです。さあ、フリーですけれども、これは、フリーはフライと同じ語源です。つまり、まるでフライ、飛ぶかのようにフリー逃げると、まあ、こういうふうに整理しておくと良いかと思います。フリーは逃げるといった意味になります。Flee from the battlefield。Flee from the battlefield。戦場から逃げるといった意味になります。フリーは逃げる。そして、arise と rise、こちらも同じ語源です。rise は自動詞で上がるといった意味でした。arise もこちらも自動詞で生じるといった意味になります。many problem arose、多くの問題が生じた。まあ、そして関連して、rear raise。先ほど、rise は自動詞で上がるでしたけども、raise は他動詞で上げるです。raise は上げるのかに何よりも育てるといった意味もありますけれども、そしてこの rear raise、こちらは同じ語源で、rear も同じように育てるといった意味になります。まあ、ちなみに形容詞、形名詞で、後ろの後ろといった意味もありますので、こちらもセットで押さえていくと良いかと思います。そして、away と wait。wait というのは通常、自動詞で待つといった意味ですけれども、away とは他動詞で何々を待つといった意味で使われます。まあ、つまり、wait for といった言い方の固い言い方が、await ということになります。away と何々を待つ、await と何々を待つ他動詞で使われます。さあ、最後に問題です。fair というのはどのような意味を表すでしょうか。まあ、この fair というのは、お金を表すわけですが、どのようなお金を表すでしょうか。1から4のどれでしょうか。考えてみてください。さあ、実はヒントとしてこのフェアというのはファーレンと同じ語源です。このファーレンは実はこれドイツ語なんですけれども、このドイツ語のファーレンというのはこれ動詞で乗り物で行くといった意味を表します。Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. 私はドイツに乗り物で行きます。さあ、このファーレンと同じ語源ということを踏まえると答えは2の運賃になります。フェアは運賃となります。フェア運賃、フェア運賃。A taxi fare, a bus fare, a train fare. タクシー、バス、電車の運賃というふうになります。関連して、welfare。この welfare というのは、well はこれはいいという意味で、fare は先ほどファーレンもありましたけども、行くといったニュアンスを持ちますから、いい風に物事が行くということで、幸福福祉とこうした意味になります。welfare、幸福福祉。social welfare、社会福祉。先ほどの他の選択肢も少し見ていくこととします。利子は interest となります。利子は interest、interest。そして罰金は fine penalty、fine penalty になります。そして4番ですけども、revenue 歳入というふうになります。revenue 歳入、revenue 歳入。さあ最後になりますが、関連してお金にまつわる英単語を少し、確認してみることとします。withdraw。さあ withdraw には draw を引くといったこの draw があります。意味としてもやはり引くといった漢字が使われています。何々を引き出す、何々を引っ込める。その引っ込めるイメージからさらに、撤回する、撤退させる、撤退するとこうした意味にもなります。
withdraw 1000 yen from a bank account 銀行口座から1000円を引き出す withdraw my hand 手を引っ込める withdraw my previous remarks 前に述べた発言を withdraw 撤回するfee です。この fee ですけれども、医者や弁護士など専門職の人が受け取る、まあ、報酬といった意味があります。lawyer's fees 弁護料、medical fees doctor's fees 医療費、tuition fees もしくは単に tuition 授業料といった意味になります。さあ、charge です。このチャージですけれども、サービスに対して支払う料金といった意味があります。そして、やや難しいですけれども、告発といった意味もあります。electricity charges 電気代、telephone charges 電話代、postal charges 郵便料金。そしてよく見る表現として free of charge 無料でといった表現もあります。そしてやや難しいですけれども be in charge of 何々の責任者であると、まあ、こうした表現もあるのでこちらも押さえておくと良いかと思います。そして動詞として使われる場合何々を請求する、何々を告発するとこうした意味にもなります。さあそして admission admission fee 入場料入学金そして rent 家賃何々を有料で借りる、有料で貸す。ちなみにこのレントですけれども、日本語でもレンタルビデオといった日本語にもなっています。レンタルビデオはもちろん有料で借りるわけです。レントは有料で借りる、有料で貸す。そして、キャッシュ、現金。pay in cash、もしくは pay by cash、現金で払う。チェンジ、小銭、お釣り。そして、インカム、収入。サラリー、給料。wage、この wage というのは主に肉体労働での、まあ、賃金ということになります。wage、賃金。そしてトールですけども、このトールは高速道路などの通行料といった意味になります。つまり、まあ、高速道路を通るときに払うのがトールというふうになるんです。通るときに払うのがトール。トール通行料。トール通行料となります。さあ、実は今回の動画では、古英語時代から脈々と受け継がれている英語本来語を中心に見ていきました。実は画面に出ているこれらの単語は全て古英語時代から受け継がれている単語です。さあ、今回の動画いかがだったでしょうか。さあ、それでは今回はこの辺で。お相手はまさにゃんでした。こんにちは、マサヤンです。さあ、今回も語源に着目しながら英単語を眺めていきます。まずは、worsen, worse です。さあ、この worsen ですけれども、en がついています。この en というのはどのような働きがあるでしょうか。この en というのは動詞にするといった働きを持ちます。つまり、worse は形容詞でより悪いといった意味ですけれども、これに en がついて動詞になって他動詞、何々をさらに悪くする、自動詞さらに悪くなると、まあ、こうした意味になります。さあ、この en ですけれども、名詞や形容詞を動詞化するといった働きがあります。dark, darken, bright, brighten, weak, weaken, soft, soften, fright, frighten。この発音の注意ですけれども、soft に関しては en をつけた場合、soften と t が発音されずに、まあ、soften といった発音になります。さらに、strength, 力、en がついて、strengths, 何々を強める。less, en がついて、less, 何々を減らす、減る。まあ、これに関しては同じ発音でレッスン、授業、教訓といったこういうのもありますね。ここに関してはちょっと注意が必要です。語尾が ON のレッスンの場合は、レッスン、授業、教訓。そして、EN のレッスン。レッスンに EN がついて動詞化したレッスンは減らす、減るとなります。そして、EN の代わりに E がついて、動詞になるといった場合もあります。バス、入浴に E がついて動詞化して、ベイズ、入浴する、入浴させる、何々を水に浸す。さらには、ブレス、息に E がついて、ブリーズ、呼吸する、ブリーズ、呼吸すると、こういうふうになります。さあ、続いて、レスです。まあ、このレスですけれども、ホームレス、ワイヤレス。まあ、ここからもわかるように、レスというのは、ないといった意味を表します。ハームレス、ハーム、害がレスない、害のないと。ペインレス、ペイン、痛みがレスない、痛みのないと。そして、カウントレス。これは、カウントは数えるといった意味がありますけど、こういったカウントレスということで、数えきれないほど多いといった意味があります。少しややこしいですけれども、数えきれないほど多い、無数のと、そういった意味になります。カウントレス、数えきれないほど多い、無数の。そして、ペニーです。さあ、このペニーですけれども、このペニーというのは、はい、お金の単位です。つまり、このペニーですというのは、こうしたお金がレスない、一文なしのといった意味になります。そして、プライスです。このプライスというのは価格とか値段とかいった意味がありますけれども、こうしたプライスですというのは値段がつけれないほどとても貴重なといった意味になります。まあ、少しややこしいですけれども、プライスですは値段がつけられないほどとても貴重なといった意味になります。
そして valueless。value は価値です。価値が less ない、価値がないということで、そのまま valueless、価値のないといった意味になります。これと関連してややこしいですけれども、invaluable といった単語もあります。この in というのも同じく否定を表す接頭辞ですけれども、この invaluable、これに関しては、計り知れない価値のある、つまりとても貴重などといった意味になります。少しややこしいですから、セットで押さえておくといいかと思います。valueless はそのまま価値のない。invaluable は、この価値が計れないほど、とても貴重など、こうした意味になります。さあ、そして、flawless。この flaw というのは、これは欠陥といった意味ですから、こうした欠陥が less ないということで、欠点のない完璧などといった意味になります。reckless。このreckですけれども、これは現代語に残っていますが、古い表現です。reck は気にするといった意味があります。まあ、つまり、reck 気にする、less ないということで、まあ、気にしないということで、こう無効水な無謀など、こうした意味の形容詞になります。reckless、無効水な無謀な。さあ、ではここで一つ問題です。a smoke-free workplace。さあ、この職場においては、タバコを吸ってもいいでしょうか、ダメでしょうか。さあ、どうでしょうか。さあ、free とありますが。実は、この職場においては、タバコを吸ってはいけません。さあ、このフリーというのは、先ほどのレスと同じように、このフリーというのはないといった意味を表します。つまり、スモークフリーというのは、こういったスモークがフリーということで、禁煙のということになります。おそらくこのフリーを自由と考えてしまったら、スモークフリーワークプレスと聞くと、まあ、自由にタバコを吸ってもいいんだ。そんなような印象を受けるかもしれませんが、つまり自由というのは、こう自分を束縛するものがないというふうに解釈できるというわけです。フリーはないといった意味を表します。スモークフリー、禁煙のと。そして、バリアフリー、バリアがないで、障壁のないバリアフリーの、デューティーフリー。デューティーというのは、これは義務といった意味、そして関税といった意味があります。デューティーフリーで、こうした税がフリーないといった意味で、免税の。同じように、タックスフリー、タックス税がないといった意味で、免税の。ニュークリアフリー。ニュークリアというのは、これは核といった意味ですけれども、こうした核がフリーない、非核のといった意味になります。さあ、ここでガラッと変わって、少しセンター試験の問題を一緒に考えてみたいと思います。こちらをどうぞ。さあ、こちらはセンター地理 B の実際に問われた、2018年に問われた問題です。タとチというのはノルウェーまたはフィンランドが舞台のアニメ。A と B というのはノルウェー語またはフィンランド語ということです。さあ、問題ですけれども、フィンランドに関する正しい組み合わせは次の1から4のうちのどれでしょうか。さあ、すぐに解説に移りますので、画面を止めてゆっくりと考えていただければと思います。さあ、アニメーションと言語とありますけれども、まずは言語の方から見ていくことにします。さあ、ここでスウェーデン語と A と B をこう比較しますと、 A と B のうちの A の方がスウェーデン語と似ているという印象を受けると思います。まあ、つまりスウェーデン語と A が似ているということは、このスウェーデン語と A というのは同じ語族であると推測できます。同じ語族であるということは、それだけ同じような言語特徴が見られるということになるわけですけれども、 A とスウェーデン語と A というのは似てますから、おそらくこれは同じ語族であると推測するということです。で、ここで、まあ、チリビの受験生であれば覚えておくべきこととして、スウェーデン語というのは果たして何語族に属していたでしょうか。そしてノルウェー語、フィンランド語も、これに関しても何語族に属していたでしょうか。まあ、この知識が問題を解くためには必要になってきます。少し確認していきます。実は、このスウェーデン語というのはインドヨーロッパ語族に属しています。より細かく見るとインドヨーロッパ語族の中のゲルマン語派というものにスウェーデン語は属しています。ゲルマン語派に属する言語としては、英語、ドイツ語、オランダ語、アイスランド語、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語など、まあ、こうしたものがゲルマン語派、インドヨーロッパ語族のゲルマン語派というのに属します。ここで押さえておくべきは、フィンランド語というのは、これは、ウラル語族というのに属していて、フィンランド語はインドヨーロッパ語族ではこれはありません。まあ、この知識が問題を解くためには必要になってくるというわけです。さあ、つまり、このようになります。スウェーデン語というのはインドヨーロッパ語族でしたから、スウェーデン語と似ている A もインドヨーロッパ語族ということになります。つまり答えの A というのはノルウェー語となります。一方で、フィンランド語はウラル語族であり、インドヨーロッパ語族ではない。このことから、スウェーデン語とは異なった言語の様子を示している B に関して、これはフィンランド語ということになります。 B がフィンランド語ということですから、選択肢としては2番か4番、これが正解になるということになります。さあ、それではこの今言語を見てきましたが、次にアニメーションについて見ていくこととします。ところで、インドヨーロッパ語族に関しては語源で学べ単語第2回においてより詳細に扱ってますので、興味のある方はぜひこちらもご覧になっていただければと思います。さあ、アニメーションですけれども、他と地のうちのどちらがノルウェー、どちらがフィンランドが舞台のアニメでしょうか。まあ、実はこのムーミンというのは、これはフィンランドを舞台とした作品です。作者はトーベ・ヤンソン、フィンランドの作家です。まあ、この知識があれば、他がフィンランドということで、これで答えが選べれるということになります。まあ、ただ、まあ、もしこの、まあ、ムーミンに関するこの知識がない場合、ないとしても実はこの問題は解けるように作られています。
地に注目します。この地の小さなバイキングビッケというアニメーションですけれども、この小さなバイキングのバイキングという言葉に注目します。このバイキングと聞いたときに、このバイキングというのが何かということが分かっていれば、たとえムーミンの知識がなくてもこの問題は解けると、実はそういった問題になっています。さあ、このバイキングですけれども、バイキングというのは8世紀から11世紀にかけて、海上からヨーロッパ各地へ侵入したスカンジナビアの人々のことを指します。出身別にデンマーク系、スウェーデン系、ノルウェー系の3グループに分けられます。まあ、彼らは海上での商業活動を行っていましたが、時には海賊、略奪行為を行うことで、まあ、恐れられていました。まあ、さらにこのアニメーションのこのイラストにも注目したいと思います。このイラストに注目しますと、このキャラクターの後ろに船が映っていることがわかると思います。まあ、この船も少しヒントになります。バイキングはこのような船を使ってヨーロッパ各地に侵入していたということになるわけです。まあ、さあ、ということで、この小さなバイキングビッケというこのアニメのこのバイキングという言葉に注目することで、この地というのはデンマーク、スウェーデン、ノルウェーのいずれかであるということがわかります。今回はノルウェーかフィンランドかのどちらかという取材ですから、この地というのはノルウェーということになります。フィンランドに関する正しい組み合わせはということですから、答えは2番ということになります。さあ、突然チリビンの問題を解きましたけれども、先ほど話に上がったバイキング、まあ、このバイキングというのはイングランドにも同様に侵入してきます。まあ、このようにイングランドに来たバイキングというのは、英語という言葉にものすごく大きな影響を及ぼすことになるわけです。さあ、このバイキングですけれども、このバイキングはデンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、アイスランド語といった現代の、まあ、北欧諸語の祖先であるコーノルド語、オールドノースを話していました。このバイキングなんです。コーノルド語と英語というのは同じインドヨーロッパ語族のゲルマン語派に属しており、まあ、コーノルド語を話すバイキングと声語話者というのは互いにある程度意思疎通ができたと考えられています。まあ、そしてこのイングランドに侵入したバイキングはやがてイングランド北部東部に定住するようになります。この地域はデーンローと呼ばれ、バイキングの法律が通用する地域となりました。そしてこのバイキングですけれども、この定住したデーンロー地域を中心にコエー語と彼らの話すまあコーノルド語との言語接触が起こり、コーノルド語由来の単語が英語に入ることになるわけです。さあ、それではこの文をご覧ください。 Though they are both weak fellows, she gives them giftsまあ、実はこれらの単語はすべてコーノルド語由来の単語です。コーノルド語というのは当時2000語ほど英語に流入し、現代の標準英語にも900語程度が生き残っています。まあ、この文を見てもわかるように、コーノルド語由来の単語のみで、まあ、文が作れるほど、まあ、コーノルド語というのは英語の語にまあ深く浸透しているということができます。まあ、このコーノルド語由来の単語として他にこのようなものがあります。ご覧ください。さあ、こちらを眺めてもわかるように、このコーノルド語からの借用語というのは日常的な単語であるというのが一つの特徴です。まあ、さらにこのゼイですけれども、彼らという意味を表すゼイというのは、まあ、コエ語時代はヒーエという他の単語を使っていたわけですけれども、このヒーエというコエ語を本来の単語をコーノルド語から入ったゼイが置き換えたと、そして現代語ではこうゼイというまあコーノルド語由来の単語を使っているわけです。まあ、こうしたもうゼイといった基本の単語を置き換えるほどに、まあ、バイキングとの交流というのはもう密接だったということができます。バイキングの話していたコーノルド語というのは、まあ、これほどまでに英単語に影響を及ぼしたわけです。さあ、ここで動詞スターブの意味について少し見ていきたいと思います。このスターブですけれども、もともとは死ぬといった意味を表しました。ただコーノルド語由来のダイが英語に入ることで、このスターブ、もともと死ぬといった意味が、この意味が限定されて、死ぬは死ぬでも、飢えて死ぬと、餓死するといった意味になっていきます。スターブというのは動詞で餓死するといった意味です。このように他の言葉から単語が入ることで、その影響を受けて、もともと英語にあった単語というのが意味が変化すると、まあ、こうした現象というのはいくつか見られます。まあ、スターブもこのように、大といった言葉が入った影響によって、もともと死ぬといった意味だったものが、死ぬは死ぬでも、飢えて死ぬと、まあ、こうした意味に変わっていったと。そして通常の死ぬといった意味においては、コーノルド語由来の代が使われると、まあ、こういう風になっているわけです。さあ、最後に取るといった意味を表す英単語について少し眺めて終わりにしたいと思います。取るといった意味を表すこの英単語というのは、もともと古英語では2万というのが使われていました。ただコーノルド語由来のテイクというのが英単語に入って、ある期間においては2万とテイクの両方が取るといった意味で使われていました。ただ最終的にコーノルド語由来のテイクというのが2万を完全に置き換える形で、現代語においてはこういうテイク、取るといった意味ではテイクが使われています。さあ、このテイクに完全に置き換えられた古英語の2万ですけれども、実はまあ現代語のナムといった単語に唯一こう化石的にニュアンスが残っています。このナムというのは2万に由来する単語で、感覚が取られている。つまりまあ麻痺したと、こういった意味になります。ナムは形容して麻痺した。ナム麻痺したとなります。
コエゴ時代に取るといった意味を表したニマンは、コウノロド由来のテイクに完全に置き換えられて、そしてまあ唯一化石的にナム・マヒシャと、まあこの単語において、そのニュアンスを留めているということになるわけです。さあ、それでは今回はこの辺で。お相手はマサちゃんでした。こんにちは、マサヤンです。さあ、今回も語源に着目して英単語を眺めていきます。まずはじめはこちらです。さあ、画面にありますように、今夜こうというのは一緒といったニュアンスを持ちます。例えば company というのは一緒にパンを食べる、一緒にパンを食べる仲間とか、そこから会社といった意味になります。 company 仲間会社。そして accompany、 この accompany はこの仲間のイメージで、 company 何々に同伴するといった意味になります。Children must be accompanied by an adult. 子供は大人の同伴がなければなりません。Accompany 何々に同伴する。そして coworker。この co は一緒といった意味ですから、一緒に work 働く人という意味で、coworker 同僚と似たような意味として、colleague、 こちらもセットをされていくと良いかと思います。coworker、colleague 同僚といった意味になります。さあ、そして cooperate。今夜こうというのは一緒といったニュアンスでしたから、この一緒のイメージで cooperate、 一緒にこう協力するといった意味になります。 cooperate、 協力する。名詞形が cooperation、 協力。似てるものとして corporation、 企業株式会社というのもあるので、こちらも設定をされていくと良いかと思います。 corporation は企業株式会社。そして coincidence、 今夜こうというのは一緒といったニュアンスを持ちましたけれども、こう一緒に、出来事が一緒に起こるといった意味で coincidence、 偶然の一致。 what a coincidence、 なんという偶然でしょう。そしてその動詞形が coincide、同時に起こる。 The two accidents coincided with each other、 その二つの事故は同時に起こった。続いて compromise、 婚は一緒にといったニュアンス。 promise というのは promise、 約束するといったニュアンス。つまり、compromise、 一緒に約束事をするときというのは、もちろん自分の意見も言いますけれども、相手の意見も聞いて、自分の意見だけを通すわけじゃなくて、相手の意見も聞きながら、時には妥協することも求められてきます。compromise はこちら、妥協するといった意味になります。compromise、 妥協する、 compromise、 妥協する、また名詞で妥協といった意味もあります。そして compassion、パッションというのは、情熱とか感情といった意味を表しましたけれども、つまりコンパッションというのは、コン、一緒の、パッション、感情と、一緒の感情になること、コンパッション、同情といった意味になります。コンパッション、同情、コンパッション、同情。さあ、そして、コンセント、コンセント。コンは一緒にのニュアンス。セントというのは、これはセンス、感じるといった意味です。つまり、一緒に同じように感じるといった意味から、コンセント、同意する、同意といった意味になります。コンセント、同意する、同意。consent to the proposal、 consent to the proposal、 提案に同意する。そして consensus、 consensus、 名詞で合意、コンセンサスといった意味になります。 contemporary、 contemporary、 con は一緒の、 tempo というのはこれはタイム、時間といったニュアンス、一緒の時間のこのイメージで contemporary、 同時代の、現代のといった意味になります。 contemporary、 同時代の、現代の。そして時間のニュアンスで temporary、 temporary、 一時的なといった意味になります。 temporary、 一時的な、 temporary、 一時的な。さあ、ここまで con、 一緒といったニュアンスの語源を見てきましたけれども、この con というのは必ずしも全ての単語において con があれば一緒といったニュアンスを付加するというわけではありません。単語によっては必ずしも一緒といったニュアンスを感じるものばかりではなく、まあ、単なるまあ強調程度の意味として使われることもあります。conceal、 comply、 まあこれらの単語に関しても、まあ、一緒といった意味よりむしろまあ単なるまあ強調程度の意味でこの con が使われているというふうに考えられます。conceal、 何々を隠す。まあ、この conceal に関しては日本語でも concealer という言葉もあります。つまり concealer というのはちょっとした、顔のそばかすやシミなどがあれば concealer で隠すということになるわけです。conceal は何々を隠すといった意味です。そして、comply、 従うといった意味。comply、 従う。comply with the regulations、 規則に従う。そして名詞形が compliance、 compliance、 名詞で従うこと、法令遵守。そしては compliance といった意味になります。そして comprehend、 comprehend。さあ、このコンですけれども、先ほど話にもあったように、ここでは一緒にといった意味よりむしろ、完全にといった意味の、まあ、協調的なニュアンスで使われていると考えられます。comprehend、これは動詞で理解するといった意味になります。comprehend、 理解する。comprehend、 理解する。
実はこのコンプリヘンドに関連して、グラスプ、こちらの単語を見ていきます。グラスプというのは、これは、何々を掴むといった意味、そして何々を理解するといった意味があります。さあ、この掴むと理解するというのは少し意味が離れているような感じもしますけれども、実はこれは日本語でも同じ現象が見られます。で、まあ日本語でも把握するといった言葉があります。さあ、この日本語の把握するというのは、まさに漢字を見てもわかるように、握るといった漢字が使われています。つまり、こうした握るといった、このイメージがより抽象的に把握する、理解するといった意味になるわけです。つまりこのグラスプというのは日本語の把握すると同じように、掴むといった意味があるのと同時に、理解するといった意味にもなります。ちなみにこのコンプリヘンドのプリヘンドというのはフランス語のプハンドと同じ語源です。このプハンドというのはフランス語学習において まず初期の段階に習うかなり基本単語、英語でいうところのテイクに相当します。つまりコンプリヘンドというのはコン、完全にテイク、もう掴む、完全に掴む、そこから理解するといった意味になります。まあこのようにまあ英語と日本語で言語は違いますけれども、同じような意味の連なりというのが見られるというのはとても面白く思います。そして関連して、comprehensible 形容詞で理解できる、comprehensive 形容詞で包括的な、comprehensive survey 包括的な調査、そして apprehension このアプリヘンションのプリヘンションというのは、先ほどのコンプリヘンドのプリヘンド、フランス語のプハンドと同じ語源です。つまり、まあ、取るといった意味。つまり、アプリヘンションというのは、例えば悩みなのに自分の心を囚われてしまう、不安、そして悪い人をと捕まえる、逮捕、そして、先ほどのコンプリヘンドのように理解といった意味も表します。アプリヘンション、不安、逮捕、理解。アプリヘンション、不安、逮捕、理解と。一見、アプリヘンションというのは多義語のように感じられますけれども、やはり根本のプハンド、テイクと。まあ、この根本の核を掴んでおけば、これらの意味というのも整理できると思います。さあ、ところで前回の語源で学ぶ英単語第5回目においては、バイキングが英語に与えた影響について見てきました。このバイキングというと、最近ではこのバイキングにフォーカス当てた、こうしたヴィンランドサガといった漫画、アニメが有名です。まあ、こうしたヴィンランドサガの作品を通してバイキングを知った方もおられるのではないかと思います。今回はこうしたこのバイキングが英語に与えた影響について、まあ、より深く見ていくこととします。さあ、このバイキングですけれども、8世紀から11世紀にかけて海上からヨーロッパ各地に侵入したスカンジナビアの人々のことを指します。彼らは時に海賊、略奪行為を行うことで恐れられていました。まあ、バイキングはこのような船に乗ってヨーロッパ各地に侵入していたということがわかっています。さあ、このバイキングですけれども、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、アイスランド語といった現在の北欧諸語の祖先であるコーノルド語、オールドノースを話していました。バイキングが定住したイングランドの北部東部、まあ、これはデンロー地域と呼ばれますけども、こうしたデンロー地域を中心に、古英語と彼らの話すコーノルド語の言語接触が起こり、コーノルド語由来の単語が英語に入ることになります。さあ、ではこちらの文をご覧ください。この文ですけれども、この文の中で、バイキングの話していたコーノルド語由来の単語というのはいくつあるでしょうか。さあ、実は、これらはすべてコーノルド語由来です。まあ、このように、コーノルド語由来の単語のみで文が作れるほど、まあ、コーノルド語というのは英語の語彙に深く浸透しています。さあ、そして関連して、リアとレイズ。それぞれどのような意味になるでしょうか。このリアですけれども、このリアというのはこれは古英語時代からある単語。そしてレイズというのは、コーノルド語から借りてきた単語ということになります。まあ、このリアとレイズですけれども、究極には語源が同じということで、意味も似通った意味になっています。レイズというのは、これは上げるといった意味、そして育てるといった意味もあります。そしてこのリアですけれども、同じように何々を育てるといった意味があります。このリアとレイズ、関連付けて覚えておくと良いかと思います。さあ、今回のリアとレイズのような同語源の意外な単語に関しては、これは第4回目の動画で扱ってますので、興味がある方はぜひこちらもご覧になっていただければと思います。さあ、そして形容詞に関してはこのような単語が入ってきました。ugly、形容詞で醜い。ugly、醜い。an ugly face、醜い顔。ill、形容詞で病気の。この ill に関しては、これはコーノルド語由来の単語。そして sick、この sick に関してはもともと英語にあった単語。まあ、どちらも病気のといった意味を表します。speak ill of、何々の悪口を言う。rotten、形容詞で腐った。a rotten egg、腐った卵。そして odd、形容詞で奇妙な。そしてこの奇妙のキーというところから odd number、奇数。even number、偶数。そして awkward、形容詞で気まずい。awkward、気まずい。awkward、気まずい。An awkward silence. うん、気まずい沈黙。さあ、ここまで見てきたように、バイキングというのは英語の語彙に大きな影響を与えました。ただ、実はバイキングの与えた影響というのは英語の語彙だけにとどまりません。実は、英語の文法、この英文法そのものも、バイキングの接触によって大きく変化を遂げることになるわけです。バイキングが英文法に与えた影響について見ていく前に、当時の古英語の文法について少しだけ、もう一度見てみることとします。さあ、画面にありますように、男性名詞のスタン、石という意味を表すスタンですけれども、当時はこのように変化をしていました。スタン、スタン、スターネス、スターネ。
スターナ、スターナ、スターナ、スターヌム。実は現代語の所有格の S というのは、古用語時代の単数属格、スターネスのこの ES の語尾に由来しています。そして現代語の複数の S に関しては、古用語時代の複数主格、複数体格のスターナス、スターナス、このアスといった語尾に由来しています。古用語時代はこのように名詞の語尾を変化させることで、その名詞が主語の働きをしているのか、所有格の働きをしているのか、まあ、そうしたことを語尾の変化によって表すことができました。さあ、先ほど意思と痛みを表すスターンという男性名詞を見ていきましたけれども、まあ、このように古英語の名詞には性別があります。男性、中性、女性といったこうした名詞の性別というのは単語ごとに決まっており、単語の意味から性別を予測するということは通常不可能です。まあ、こうした名詞の性別をグラマティカルジェンダー、文法性と言います。まあ、ネイティブは自然にこうした文法性を身につけるわけですけれども、まあ、学習者であれば名詞ごとに文法性を暗記する必要があります。まあ、ちなみにもともと文法性というのは、古代人が宇宙の神羅万象に対して抱いていた表象と関係があると考えられています。さて、ここで問題です。古英語のこれらの単語は男性名詞でしょうか、中性名詞でしょうか、それとも女性名詞でしょうか。さあ、まずは王と痛みを表すキュリング、これは男性名詞です。そして羊シェアプ、これは中性名詞。クジラフェル、これは男性名詞。愛と痛みを表すルブ、これは女性名詞。言葉といった意味を表すゴルト、これは中性名詞。力といった意味を表すミヒト、これは女性名詞。そして婦人といった意味を表すフラブディエ、こちらは女性名詞。そして最後に女性といった意味を表すウィーフマン、さあこれはどうでしょう。実はこれは男性名詞です。さて、これまでの動画では古英語時代のザについても見てきました。古英語時代のザというのは、ザと一緒に使える名詞の性別、そして、主語で使われるのか、所有格で使われるのか、まあそうしたことによって、このように複雑な変化をしていました。つまり、ザの形というのは、どの名詞の性別と使われるかで変わるため、名詞の性別がわからないことには、ザということもできないということになります。さて、具体的にいくつかの例を見てみることとしましょう。例えば、中性名詞のウォルドが主語で使われる場合、この場合、ザはどのような形になるでしょうか。つまり、この表でいうところの中性名詞の主語ですから、主格。that が選択されます。答えは that word。 さあ、続いて男性名詞の weave man、 これが何々をで使われる場合、さあこの場合 the の形はどのようになるでしょうか。この表でいうところの男性名詞の体格何々をのところを見ると、 the の形はソネとなります。 securing lovers sonne weave man。 まあ、ここまで見てきたように、古英語時代の the というのは、まあ、かなり複雑に変化をしていたということがわかります。このようにザというのは複雑に変化をしたわけですけども、実はこれには良い側面もあります。実は古英語というのは現代英語よりも語順の自由度が高いということになっています。現代英語のような SVO だけでなく、SOV など他の語順も見られました。なぜこのように語順の自由度が高いかというと、どの語順であろうと、ザの形や名詞の語尾変化などを見れば、主語か目的語かなどがわかるからということになります。例えば、その王はその女性を愛するといった、まあ、この部分に対応する古英語ですけれども、securing lovers sonne weaveman、SVO といった語順でも示せますし、sonne weaveman lovers securing。こうした言い方も文法的には可能です。たとえ主語の王というのがこのように文の後ろに置かれていたとしても、王を表すキュニングについている座の形、ここではせとありますけど、このせに注目すれば、せがあるということはこれは主語ということになりますから、たとえ後ろに置かれていても、座の形によってセキュリング、これは主語であろうと判断することができるということになります。実は日本語は現代英語よりむしろ古英語と似ているということができます。つまり古英語ではこのように座や名詞の語尾変化によって主語なのか目的語なのか、まあそうした働きを示すことができるので、語順というのは比較的自由でした。そして日本語ですけれども、日本語というのもがやおなどの格助詞によってその名詞の働きを示すことができるので、語順は比較的自由となっているわけです。つまり日本語でいうところのがやおといった格助詞に対応するのが、古英語時代の複雑に変化したザであったり、名詞の語尾変化であったわけです。実はこのような古英語時代の文法が現代英語のように変化をした、その大きな要因となったのが、このバイキングとの言語接触なんです。バイキングの話すコーノルド語と英語というのは、共にゲルマン語族に属しており、多くの単語を共有していました。そのため両言語の話者というのは、互いに訛りを感じつつも、簡単な意思疎通はできたと考えられています。しかし、コーノルド語と英語とでは、単語の語尾変化が異なっていました。そのため、両言語の話者というのは、コミュニケーションを容易にするために、むしろ積極的に単語の語尾を切り落とすという行動に出たと考えられます。
文法関係を示すために複雑に変化していた語尾を切り落としたため、従来のように座の形や名詞の語尾では文法関係を示すことができなくなります。そして単語の語尾で主語や目的語の働きを示すことができなくなったので、その代わりに現代語のように語順を SVO に固定化することで、語順によって主語や目的語を判別するようになったというわけです。もしもバイキングがイングランドに来なければ、我々は今でも古英語辞典のような複雑な単語の語尾変化を暗記しないといけなかったかもしれません。まあそう考えると、バイキングが英語に与えた影響の大きさに気づかされます。こんにちは、マセンです。さあ、約2ヶ月にわたってシリーズでお送りしております語源で学ぶ英単語、早いもので今回で最終回ということになります。さあ、最終回の今回もいつものように語源に着目しながら様々な英単語を眺めてみることとしましょう。さあ、今回は AD add がつく単語を見ていきます。 add A to B、 A を B に加える。 add sugar to the coffee、 砂糖をコーヒーに加える。 add hereadhere to O を何々にくっつく。そしてこのくっつく命令から何々を固く守る。adhere to the rules、 規則を固く守る。この adhere to の類語としては stick to、 cling to、まあ、こちらも設定を押さえていくと良いかと思います。 adhere to O、 stick to O、 cling to O。 さあ、続いて adapt A to B、 A を B に適応させる。 adapt to O、 O に適応する。 adapt to new circumstances、 新しい環境に適応する。さあ、ここまで add、 add here、 adapt という3つの add で始まる英単語を見ていきましたけれども、これらの3つには共通する点があります。 add も add here も adapt も前置詞 to を取っていることに気づかされます。実はこの add というのは元々はラテン語に由来するわけですけれども、この add は英語でいうところの to に相当するラテン語です。つまりそうしたことから add がつく単語というのは前置詞 to と相性がいいというわけです。まあ、特に動詞を覚える際というのは、動詞の意味だけ覚えていても英会話や英作文で使うことはできません。動詞を覚える際は特にその動詞がどのような前置詞と使われるのか、まあ、そうしたこともセットで押さえていく必要があります。記憶の取っかかりとして、こうした AD で始まる単語というのは前置詞 to と相性が良いというのは、覚えておいて損はないかと思います。さあ、他にも AD で始まる単語というのはこのようなものがあります。 addicted って形容詞で中毒である。この addicted とは AD がありますけれども、やはり前置詞 to を伴います。 I'm addicted to you、あなたに中毒である。つまり、あなたに中毒である。それくらいにあなたに夢中だといった意味になります。I'm addicted to you。あなたに夢中だ。さあ、ここで注意しておかないといけないのが、add が常に前置詞 to を取るとは限らないということです。例えば、ado。この ado というのは他動詞として使われ、特に前置詞 to というのは用いません。adore God。神を崇拝する。続いて、advocate。この advocate の voc というのは、これは voice、声といった意味ですから、まさに advocate というのはこう声に出して主張すると、そうした意味になります。advocate を主張するといった意味になります。でこちらも他動詞として使われ、前置詞 to は伴いません。advocate と他動詞で何々を主張するといった意味になります。さあ、他にも add で始まる単語としてこのようなものもあります。advent、名詞で到来。the advent of a new era、新時代の到来。ちなみにこのアドベントのベントですけれども、このベントというのはフランス語のヴニーフ、来ると同じ語源です。つまり、ヴニーフは来る。アドベントは到来と同じ来るといった漢字が使われています。アドベントは到来、アドベントは到来となります。関連して、スーベニア。スーベニア、これは名詞でお土産、思い出の品ということであります。ちなみにこのスーベニアですけれども、友人へのお土産だけではなく、自分のための思い出の品といった意味でも使われるので、これは注意が必要です。このスーベニアのヴェニアの部分というのもフランス語のヴニフ、来ると同じ語源です。つまりスーベニア、思い出の品を見たら当時の思い出というのが再びヴニフ、やってくるというわけです。スーベニアはお土産、思い出の品となります。 A souvenir of my trip to Kyoto、 京都旅行の思い出の品。さあ、この AD、add ですけれども、この add の D が次に来る音と同化して、 D の部分が S や L や P といった、まあ、そうしたものに変わる場合もあります。例えばassign、 このassignですけれども、assign人物、assign物 to 人といった形で使われます。人に物を割り当てるといった意味です。 assign a task to an employee、 仕事を従業員に割り当てる。
そしてアサイメント、名詞で割り当てられた仕事、そして課題といった意味にもなります。つまりこのアサインとアロケートに関しては、先ほど AD で始まる単語は前置詞 to と相性がいいと話がありましたけれども、このアサイン、アロケート、これに関しても前置詞 to と相性がいい、前置詞 to とともに使われるということになります。さあ続いて apply A to B、 A を B に当てはめる、 A を B に適用する、 apply the rule to everyone、そして apply to O、 O に当てはまるといった、この形で使われます。このように apply というのは AD に由来しますから、やはり前置詞 to と相性がいいということになります。そして3番に関しては to も取りますけれども、 for も取るので注意が必要です。 apply to A for B、 A 人や組織に、 B 仕事許可などを申し込むといった意味です。 apply to a company for employment、 会社に採用を申し込む。続いて be accustomed to O、 O に慣れている、イコール be used to O。さあここで問題ですけれども、カッコの get と getting、 どちらが正しいでしょうか。少し考えてみてください。さあこの be accustomed to のこの to というのは to 不定詞の to ではなく前置詞の to です。まあ、つまり I go to school のように、この go to school の to というのは前置詞、前置詞の後ろには school という名詞が来てますけれども、このように前置詞の後ろには名詞が来ます。そのため今回であれば前置詞 to の後ろですから、動詞 get を動名詞 getting にする必要があります。答えは getting となります。 I'm accustomed to getting up early。さあそして関連して custom、 先ほどの be accustomed to O というのは O に慣れているというところですけれども、同じ慣れているという漢字が使われています。 custom は慣習といった意味があります。そして S をつけて customs、 税関関税といった意味もあります。 custom、 慣習、税関関税。続いて attribute A to B、 A は B のおかげであると考える、もしくは A の原因が B であると考える、こちらも AD に由来するというところで、前置詞は to O ともなっています。 he attributed his success to hard work、彼は自分の成功は勤勉のおかげであると考えた。 attribute his death to cancer、 彼の死の原因が癌であると考える。まあ、このように attribute というのは AD に由来するということで前置詞 to を伴って attribute A to B の形で使われます。さあ今回は AD、 add がつく英単語について見ていきました。でこの add というのは英語でいうところの to に相当するラテン語に由来しています。さらに途中で来るといった意味を表す venir というフランス語も紹介しました。まあ、このように英単語にはラテン語やフランス語に由来する単語というのがたくさんあります。こちらのグラフをご覧ください。さあ英語というのはゲルマン語族に属するわけですけれども、このグラフを見るとゲルマン語系の単語というのは英語語彙全体の中でたった 16% ということに驚かされます。こうした英語本来のゲルマン語系の単語よりむしろラテン語系、フランス語系の単語の占める割合の方が大きくなっています。英語語彙に占めるラテン語、フランス語のパーセンテージを足すと約6割にも達します。ではなぜこれほどまでに多くのフランス語、ラテン語が英語に入り込んだのでしょうか。さあその原因というのは大きく2つあります。1つ目が1066年ノルマン征服です。イングランド王だったエドワードの死後、フランスのノルマンディ地方の領主ウィリアムがイングランドを征服します。ウィリアムや共に来た貴族や聖職者というのはフランス語を母語としており英語を話しませんでした。イングランドはその後約250年ほどの間フランス語を公用語とする国になります。つまりこのノルマン征服によって大量のフランス語が英語に入ることになります。そしてもう一つがルネサンスです。ルネサンスというのは古代ギリシャ・ローマの文化を復興しようとする運動ですけれども、これによって大量のラテン語が英語に入ることになります。さあ結果として英語語彙というのはこのような三層構造を成しています。 Rise, Help, Ask, Holy, Fear。 一番下の土台となる英語本来語は日常的で温かい響きを持ちます。そして Mount, Aid, Question, Sacred, Teller、中間の層を成しているフランス語というのは英語本来語と比べると洗練されて教養を感じる響きを持つ単語が多くあります。そして Ascend, Assistance, Interrogate, Consecrate, Trepidation、 一番上の上層を成しているラテン語、ギリシャ語というのは音節数が多くフランス語よりもより厳格な響きを持ちます。まあ、このようにイングランドが経験したノルマン征服やルネサンスといった出来事が語彙の上にも反映され、このような英語語彙というのは3層の構造を成しているというわけです。このようなラテン語、フランス語に由来する英単語に関して語源で学ぶ英単語第2回目においてグリムの法則といった観点からより深く話をさせてもらっています。興味がある方はぜひこちらもご覧になっていただければと思います。さて前回前々回の動画では英語に大きな影響を与えたバイキングについて話をさせてもらいました。さあこのバイキングですけれども、8世紀から11世紀にかけて海上からヨーロッパ各地に侵入したスカンジナビアの人々のことを指します。彼らは時に海賊、略奪行為を行うことで恐れられていました。まあ、バイキングはこのような船に乗ってヨーロッパ各地に侵入していたということが分かっています。さあこのバイキングですけれども、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、アイスランド語といった現在の北欧諸語の祖先であるコーノルド語、オールドノースを話していました。
バイキングが定住したイングランドの北部東部、まあ、これはデンロー地域と呼ばれますけども、こうした伝道地域を中心に、コエ語と彼らが話すコーノルド語の言語接触が起こり、コーノルド語由来の単語が英語に入ることになります。さあ、このようにして、they, sky, wind, anger, take といった、このような単語がコーノルド語から英語に入ってきました。まあ、こうしたバイキングの話していたコーノルド語由来の英単語というのは、コエ語から受け継がれる英語本来語と実質同じように日常的で温かい響きを持ち、3層構造のピラミッドの土台を構成しています。さて、3層構造の一例としてこのようなものがあります。例えば、rise, mount, ascend、まあ、これらの3つの単語というのはどれも上がるといった意味を表しますが、やはり日常的に会話で使われるのは英語本来語に由来した rise、こちらが使われます。一方で、ラテン語に由来した ascend、こちらは書き言葉などのフォーマルな場面で使われるということになります。同様に恐怖といった意味においては、日常的には英語本来語に由来した fear が使われます。そしてラテン語に由来する trepidation、 この単語はやはり英語本来語の fear やフランス語の terror に比べより硬い響きを持ち、使われるのはフォーマルな場面に限られます。さあ、実は日本語の語彙というのも英語と似たような3層構造を成しています。古くから日本語にある大和言葉というのは日常的で温かい響きを持ちます。そして中国語に由来する漢語というのは洗練され教養を感じる響きを持ちます。そしてさらに西洋の言葉に由来するいわゆるカタカナ言葉というのも日本語にはあります。まあ、このように大和言葉と漢語の関係性というのは英語本来語とフランス語の関係性と似ています。まあ、しかし厳格な響きを持つラテン語由来の単語とは異なり、カタカナ言葉というのは時に軽い響きを持つ場合があります。例えばこちらの例をご覧ください。大和言葉でお金といえば温かい響きを持ちますけれども、漢語を使って金銭といえば少しフォーマルな響きを持ちます。ただ一方でカタカナ言葉でマネーというと、どこかちょっと軽い響きがあるような感じもします。同様に車、乗用車、カーのように、まあ、乗用車といえば車というよりもよりフォーマルな響きを持ちますけれども、カーというと、どこかやはり軽い響きがあるような感じもします。このように日本語の語彙におけるカタカナ言葉というのは、英語の語彙におけるラテン語とは異なり、特にこうした軽い響きを持つことがあります。さあ、一方でカタカナ言葉というのが厳格でお高い響きを持つ場合もあります。例えば最近で言うとコロナに関係してこのようなカタカナ言葉が聞かれます。クラスター、メガクラスター、ロックダウン、オーバーシュート、パンデミック、まあ、このようなカタカナ言葉というのは英語の語における厳格な響きを持つラテン語のニュアンスと似ているということができるかもしれません。さて、英語上級者になるためにはレジスターを意識して単語を使い分ける必要があります。このレジスターというのは少し聞き慣れない言葉ですけれども、場面によって使い分けられる言葉のことで、例えばフォーマルさによって生じる違いなどがそれに該当します。具体的に例を挙げて見ていくこととします。例えば日常会話でアイスクリームを買いたいという場合、この場合買うに相当する英単語としてはやはり buy や get が適切ということになります。ここでもしフランス語に由来した purchase というと、やはり日常会話という場面においては少し違和感のある表現となってしまいます。一方で法律文章で買うという場合、このようなフォーマルな場面においては日常会話で好まれる buy や get よりむしろフランス語に由来した purchase といった単語の方が適切ということになります。つまり古英語時代から受け継がれる英語本来語は会話などで好まれ、書き言葉などのフォーマルな場面においてはフランス語、ラテン語、借用語というのが好まれる傾向があります。ではもう一つ例を見てみましょう。例えば大学のレポートにおいてはどのような単語の選択が適切でしょうか。まあ、このようなレポートといったフォーマルな場面においては、やはりフランス、ラテン語由来の単語が好まれる傾向にあります。英語本来語に由来した good や make を使うよりむしろ、フランス、ラテン借用語である advantage、produce、まあ、このような単語を使った方が、こうしたレポートといった場面においては、より適切な単語の選択ということになります。さあ、ところで語源を調べる方法ですけれども、例えばネットでも無料でオンラインエティモロジーディクショナリーなどといったものもあります。ただ、必ずしも語源に敏感になりすぎる必要もないように思います。我々が中学で習ったような基本の単語というのは、本来語が多くて会話でも頻繁に用いられます。一方で高校に入ってリーディングなどで習う単語というのは、フランス、ラテン語、借用語で、フォーマルなニュアンスを持つ単語が多いです。また傾向として、本来語は短めで、フランス、ラテン、借用語は長いといった傾向もあります。さあ、まとめです。レジスターでの使い分けは多くの場合、英語本来語かフランス、ラテン、借用語かという英語の歴史に由来し、フランス語、ラテン語由来の単語の方がフォーマルな場面で好まれることが多い。英語に3層構造があるのと同じように、実は日本語にも3層構造があり、我々は大和言葉と漢語とカタカナ言葉を使い分けている。英語を用いる際にはレジスターを意識し、場面に応じて単語を使い分けることで一段上の英語にすることができる。さあ、約2ヶ月にわたってお送りしました語源で学ぶ英単語、今回をもって一区切りとなります。
この動画を通して英単語というのはイングランドが歩んできた歴史と密接に関わっているということを感じてもらえたかと思います。バイキングの侵略によってバイキングならず皇后ノルド語が英語に入り、そしてノルマン征服によってフランス語が英語に入り、ルネサンスによって大量のラテン語が英語になだれ込んできた。まあこのようにして、現在の英語の豊富な語彙というのが構成されているというわけです。7回にもわたりこれまで動画を見てくださいまして本当にありがとうございました。